大手自動車メーカーが熱望。平野市要、驚きの新プロジェクトに参加か平野市要、大手自動車メーカーから採用が、コミュニティの期待が高まる中、彼は前向きに検討中。本田さんとの縁が再び結ばれる可能性に、ファンは大いに喜びます。彼らが選んだ道を最後まで応援してくれた本田さんには、感謝の気持ちが強く残っています。 特に紫輝くんとジンくんはバイクや車が大好きで、CM でも輝く目で語っていた姿が印象的でした。ホンダさんとの縁が再び結ばれれば、それは本当に嬉しいことです。ホンダさんは彼らが選んだ道を最後まで応援してくれた印象が強く残っています。特に紫輝くんとジンくんはバイクや車が大好きで、CM でも輝く瞳で語っていた光景が印象的でした。 再びホンダさんとの縁が結ばれることをとても嬉しく思います。平野潮さんが大手自動車メーカーから再び熱烈なオファーを受けているとの情報が入りました。これにはファンたちからの期待も高まっています。平野さん自身も前向きに検討しているようで、その結果が待し遠しいところです。このニュースは多くの人々に大きなインパクトを与えることでしょう。平野さんは ホンダさんとのご縁があり、バイクや車に対する情熱を CM でも語っていました。彼が再び自動車メーカーと関わることが実現すれば、様々なコミュニティやファンにとっても喜ばしいことでしょう。平野さんの人気は、彼が所属するグループであるニバイトとナンバーアイの活動によっても証明されています。彼らの東京ドームライブでは22万人の動員を記録し、 さらには、個々のメンバーのソロコンサートや支援プロジェクトの立ち上げも告知されました。特に、ナンバーアイのプロジェクトテーマソング、ボンイワサは、売り上げの一部を被災した子供たちの支援に役立てるという素晴らしい取り組みです。一方、平野さんは CM でも注目を集めています。彼は、池田も波動のかゆみに効くムヒエスとムヒアルファ EX シリーズのイメージキャラクターに起用されました。これにより、彼のファン層がさらに広がり、 彼の存在感がますます高まっています。平野さんのイメージキャラクター就任は2年ぶりのものであり、キングプリンス時代にも同社の CM に起用されたことがあります。そして、今回の池田も波動の無比で4社目の起用となります。彼の人気は止まるところを知らず、インスタグラムのフォロワー数も419.7万人という驚異的な数字を記録しています。その人気を考えると、 ヒラノさんは2024年までにはさらなる飛躍を遂げることでしょう。彼が投稿するカフェでのレモネードを飲む写真やルイ・ヴィトンのコーディネートを披露すると、その商品が品切れになるほどの影響力を持っています。企業側も彼の魅力を認め、積極的に起用しているのです。さらに、ヒラノさんが無比について言及したことも話題となっています。彼は過去に髪刺された際に、ファンからの質問に、まだかな もう奴ら来たと答えるなど、無比を愛用しています。これにより、無比の CM 企業が自然な流れとなり、多くの人々が共感しています。大手自動車メーカーからのオファーは、平野さんの幅広い活動領域と多様な魅力を認められた結果と言えるでしょう。彼が自動車業界とのコラボレーションを果たすことで、新たな広告やプロモーション活動が展開される可能性があります。また、自動車業界への参入により、 彼のファン層がさらに拡大することも予想されます。ファンたちも、平野さんの新たな挑戦に興奮しています。彼のポジティブな姿勢や努力家としての一面が評価され、様々な分野での活躍が期待されています。現在、彼の所属事務所や関係者はオファー内容を検討中であり、具体的な契約やプロジェクトの詳細については明らかにされていません。平野史洋さんの今後の動向に注目が集まっています。 彼の新たな挑戦が実現すれば、ファンや多くの人々にとって素晴らしいニュースとなることでしょう。彼の活躍を応援し、今後の彼の成長と成功を期待しましょう。